ちょっと入りがソフトになってしまって、でセカンドチャンスを許してしまったということを話していました。勝利の女神は巡っていません。ニュービルと小川、ニュービルまたアタック、ムーニーのブロックかわした。でニュービルが今度はクリストファー・スミスについています。おっとおっと、ニュービル奪った。うわーランクだ、ワンハンドスラム。もう一回スミスだ。おお、タップショット連続で決めたスミス。マークは関係なし。ホトゥからエンド、ホトゥスリップ気味、ジェレットに合わせますが、これでオフィシャルタイムアウトです。ディフェンスを飛ばして原が左のウィング、そしてスミス、スミス、ジェレット振りほどくフローター。おー、ネットショットに比江島、守りたい金近、おーっとバックジェレット11秒です。富樫だ。うわ、ここで決めてくれ。スミス、まあもうシンプルないぞ。スミスがどこで打つか。いやー、2点取りに行った。タイムアウト、宇都宮タイムアウトです。宇都宮はどうやってバックコートから点を取りに行くかという考算が濃厚。 2.1 秒守りましょう。まずスミス、スミス打ってきた。おー、弾かれた。オーバータイム突入。いやー、うん、エドワーズ、ハンドフェイク。5秒注意、5秒注意、5秒注意。スミス、スミスディフェンス外した。来ない。またスミスが来ない。ダブルオーバータイム突入。40分を超えています。またスミスのセットでしたね。最後は自分で打つのか。5秒打ってきた。終了、103対93、千葉ジェッツ勝ちました。